かも。終わらせてやる。派手にぶち。かませ。道具の分際で我らが王に歯向かうとは愚か者。我らではない。我とお前は違う。ひとくくりにするな。気をつけろ。分かってる。はい。面白いな。お前の心の中は実に面白く進化した。複雑回帰だ。憎しみでもなく悲しみでもなく、ただ白く光る何もさらさらと流れてくるぞ。わからないかっていうか、私は様々と声を。やめて。ヨナ、やめよお兄ちゃん。ヨナ、もういいの。他の人の体いらない。欲しくない。この体の中にはもう別の女の子がいるよ。ずっと泣いてるの。お兄ちゃんに会いたいって。ヨナが魔物に。この女の子もお兄ちゃんが大好きみたい。ヨナと一緒だよ。会えないのかわいそう。あなたがお兄ちゃん。一緒に帰ろう。ごめんね、ごめんね、お兄ちゃん、ごめんね、ごめんね、お兄ちゃん。今だ。妹についていた魔物は消えた。はい、ヨナを頼む。
悲しみが分かるなんて、そんな都合のいいことは言わない。俺はただ仲間と妹を守るだけだ。彼女たちを危険にさらす者がいれば倒すだけだ。来い魔王。待たれよ。大丈夫か？心配無用と言いたいとこだがな。シロ、どこかのバカ者に乗せられて無茶をしすぎたようだ。戦う骨董品は世の中にそうあるまい。シロ、ごめん、俺。おい、真に受けるな。冗談だ。だって。突っ立ってないでそこをどけ。我には最後の退任があるのだ。何する気だ？あやつの動きを止める。そしてその後はお前に任せた。この先はお前一人の戦いだ。しっかり頑張るのだぞ。嫌だ、俺はまだ素人。全く、我はお前のそういう単純なところが好きであった。楽しかったな。お前といると本当に楽しかった。しかしここでお別れだ。シロ。そう、一つ言い忘れておった。何？シロというな、本当は結構気に入っていたのだぞ。シロ、知ってた。生意気なやつめ。守るものがある。生きる意味があるんだ。お前は幸せそうだな。ああ、よかった。カイネ、お前の体はもう俺の意志ではどうにもならんところまで蝕まれてる。わかってる。ヘックス。
つ楽しかったな。殺して殺して殺して大満足だ。そうか。違う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 、楽しくなんかない。お前を飲み込んで暴力の塊になって悪意を世界に撒き散らせるっていうのに、なんでこんなに虚しいんだ、なんでこんなに悲しいんだ。きっと私の中に長く居すぎたせいだな。すまない。俺に優しくしないでくれ。こんな気持ちにさせないでくれ。もうダメだ。俺がお前を飲み込んでしまう。カイネ、どうしたんだ。いいか、私の左半身の魔物の領域がもう間もなく私は暴走してしまうだろう。止められない、もう俺には止められないんだ。そんな。いいから聞け。もうエミールはいない。私を止める方法はないんだ。お願いだ。そうなる前に私を殺せ。頼みだから暴走したゲシュタルトに意識なんかない。お前と俺の記憶は全部塗りつぶされちまうんだ。カイネ、助ける方法なら。誰だ。そんなことはどうでもいい。お前は聞け。カイネを助ける方法あるだが、お前にとってそれは辛い選択になるだろう。構わない、助ける方法があるならさっさと言ってくれ。タイミングを見て俺がカイネの動きを止める。
を逃すな。剣できっちり刺せ。そんなことしたらカイネはどうなる。俺を信じられないか。ならばこのままカイネを見殺しにするんだ。よくやった。お前の大切なカイネを救うには二つの方法がある。一つはカイネの胸に剣を突き立てる方法。それはカイネの望みであり、この5億からの解放。もう一つは。もう一つはカイネを元の人間に戻す方法。この方法を取るならお前の存在という交換の品が必要だ。ほら、選んでみろよ。お前はカイネの中にいる魔物だな。なぜカイネを助けようとする。多分お前と同じ理由だ。さあ選べ。お前はこの世から消える。お前の妹、友人、その他すべての人からお前は忘れ去られる。お前もお前の生きていた証もすべて消える。それと引き換えにカイネは再び5億の世界に舞い戻るのだ。大丈夫ですか？ヨナ。あなたが助けてくれたのよね。
無事でよかった。どうしたの？せっかく魔王を倒したのにちっとも嬉しそうじゃないのね。そうか。月の涙だわ。素敵。何か大切なものをもらった気がするんだ。とても大切な何かを。
Thank you.